皆さんこんばんは。コバルトボーイボーカルギター毛利幸隆です。ベースの秋元です。こちらは福岡在住のロックバンドコバルトボーイのインターネットラジオボーイズドントブルーという番組でございます。本日は119回目となっております。はい、久しぶりです。前回から、ちょっと空きまして、そうですね、ライブが結構あって少しお休みをいただいておったのですが、今日もやってみたいと思います。皆さんゆったりとお聞きください。よろしくお願いします。はい、ライブ結構いっぱいありましたね。そうですね、今月4月入ってからはバタバタでしたね。そうそうそう、うん、でもね、ライブシリーズ何個かあったやつが全部終わって、うん、で次の日かなんかボーカル取り出したんですけど、はいはいはい、喉が開きまくってましたね逆に歌いやすかった疲れてんのかと思いきや、やっぱ使ってるとこう開く、鍛えられて喉が開くんだなって、めっちゃ声出るみたいな感じでしたね。今日はだからその辺のライブの話とか、うん、まあ、大分行ったりちょっと珍しく旅したりしてるので、そうね、まあ、そういう話もできたらと思うんですけれども、はい、そうね、まあそう、ちょっとどれ話すみたいなのになったんですけど、まあ弾き語りまでやったんですよね。そうですね、うん、弾き語りは、東京から樽水くんっていう弾き語りの人が、まあ、福岡来るので、うん、ゆうてろさんが、まあ、知り合いの人とか、僕とか、うん、あの熊本のかえつさんとか知り合いの人集めてくれて、まあ、弾き語りイベントだったんですよね。久しぶりにやって、うん、結構ライスボールのサラウンドって曲やったりもして、 ああいうの選曲ってどうやってんすか、弾き語りのパターンってさ、なんかカバーしようかなとかめっちゃ結構考えるんですよ。普段のそのバンドのライブよりも選択肢が割と多くて、あの、いろいろ考えるんですけど、そう、あのね、カバーしてる日もありますもんね。そう、でもカバーがちょっと間に合わなくて、やりたい曲あったけど、うん、それで、で、いつもやってるカバーは、まあ、まあ、もういいかなって感じだったんで、うん、コバルトボーイの春メインの曲と、うん、まあ、それサラウンドやった感じですね。うん、うんうん、いや、良かったですね、うんうん、楽しかったです。なんか、もう弾き語り弾き語りで結構やっぱりいろんな人の個性がすごくて、バンド、あ、ね、あの、森さんも同じだけど、バンドやってる人だったり、うん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 、対バンの人、うん、それこそカエツさんだったり、その樽水さんだったり、その、もう本当に、あの、個人でずっとやってる人だったりとか、うん、いろんな人がいて、面白い、なんかバンドのライブとはまた違う見応えがあるという、あったね、個性が、うん、感じがしましたね、うん、で、次の週が大分、あ、もう大分ですね、うん、そうそうそう、うん、あの、脇本くんと僕は別班っていうか行動がね、別行動だったんですよねあの、まず前日に僕と車、あの、運転してくれる元気くんっていうんですけど、うん、G くん、 G くん、今言っちゃいましたけどあんま意味ないですが、あの、あがた森生さんのツアーだったんですよね。そう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 。で、大分ライブの前の日が福岡のその六本松つたや書店でライブ、あがたさんがインストアライブで、うん、だからそのだったんですね、うん、で、まあ普通にそのライブ見に行ってあがたさんと会ってみたいなノリでいたんですけど、そう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 、あの、マネージャーさんの方から、うん、あの、前日か2日ぐらい前に連絡あって、うん、あがたさんをちょっと車でピックアップしてほしいみたいな、うん、あの、荷物もちょっと結構多いらしくて、で、できれば前乗りで大分にまで連れてってほしいみたいな感じきて、まあ旅楽しむっていうか感じで、だから博多駅に行って、まあ、あがたさんの新幹線が来るまでちょっと時間があったので、うん、あの、博多駅のなんかちょこちょこ飲むとことかあるじゃないですか。いや、あるんですよね。飲み、うん、新幹線で。なんか飲み街道みたいな、うん、全然知らなくて、わ、こんなとこあるんだと思って、そこのテムジンってあ、そこにもテムジンあんのなんかいつもテムジン手広いな、テムジン行くんやけどそうテムジンでなんかちょっとだけ飲一杯とか飲んで、うん、で、あがたさんと再会して、うん、あがたさんと再会するのもこうだいぶコロナの期間中多分お会いしてないんじゃないかな。まあでも数年ぶりお会いして、で、そのままお会いした時点でもあがたさんの、あの、
入り時間だったんですけど、うん、そっか車であの G 君の車であの渋滞だったんで、はい、結局着いたのはもうお客さん入ってて結構遅くないですか？そう、もう お客さんスタンもう入って、うん、椅子にもみんな座ってもらっていただいてるぐらいで到着して、ああで赤田さんもバタバタそのリハーサルなしで、うん、あの、あ、え、大丈夫かな僕とか言ってるから、大丈夫、赤田さんかっこいいっすって言ってありがとうって言ってよくわからんやりとき大丈夫かな、大丈夫かなって言うから、かっこいいっす赤田さん言ってくださいっつってなんなのすごい軽いマネージャーみたいな、でもいいね、行ってくるよっつっていいね、赤田さん歌いに行って、うん、よかった、そのライブもね、よかった、うん、よかったって聞きましたけど、そうそうそう、うん、そうなんです。コバルトボーイのボーイズドットブルーで、そのままあの、そのそれから夜走りで大分入ろうみたいな話だったんですけど、まあ、ライブ終わって、うん、で、あの、会場の松尾さんにも挨拶して、うん、で、車乗って行こうかってなった時に、赤田さんが、博多ラーメンが食べたいんだよね。あ、赤田さんが言い出したの？そういうこと？そう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 。なんか赤田さんがラーメン食べるイメージなくて、うん、ないですね。だいたいいつもそのなんかこう、お刺身がある、こう、和食系の居酒屋とか、ご飯屋さんに行くイメージだったから、うん、あ、ラーメンですかってなって、で結構ちょっともう遅めの時間になってきてたから、うん、空いてる時間、あ、結構いっぱいだったんですよどこも、多分あの、うん、4月の最初だからさ、あの何、新入生とか、あ、そうですね、歓迎会、歓迎会の的な流れで、うん、どなんか結構ラーメン屋さんとかがあの近くの店とかが多くて、うん、と思ったけど、まあ、元祖長浜屋っていうあの、まあ、福岡の地元の人が、うん、まあ、よく集う、集う、まあまあ、うん、ハードコアなあのラーメン屋さんに、まあ、赤田さん一緒に行って、うん、まあ違和感ありましたね赤田さん想像できない、あのなんかこう、うん、殺風景なラーメン屋さんに赤田さんがいるのめちゃめちゃ違和感ありましたけど、なんか美味しいって言って、なんかスープまで飲んでた。一番最後打ち上げしたじゃないですか、そのさ、ちょっと先の話になりますけど、大分 で、うんうん、僕らも合流して、うん、でその時に赤田さんがその昨日食べたその元祖長浜屋についてなんですけど、うんうん、銭湯みたいな雰囲気があったっつってて、うん、なんか地元の人が集まるみたいな、そうそうそう、うん、あ、なんかすげえ絶妙な例え信じたなと思って、しかも結構お客さんがその時に限ってごついさちょっと柄悪めの おじさんとかがさはいはいはい、はい、めちゃめちゃ来てて、ガテン系の怖い感じの人、うんうん、なんかこう本当に似合わないですね全く似合わないよ。でなんか一応写真、赤田さんの写真、うんうん、ら元祖食ってる赤田さん写真撮ったりしたけど、うん、なんか浮いてたね、あのコピペしたみたいなフォトショップでコピペしたみたいな、なんかこう変な感じになって想像できないもん、赤田さんが、ね、まあ、元祖食べてるとか想像できない、あんまり全く変な感じだったなんかうん、いいですね。そうなんですよ。じゃあそっからそのまま夜通し大分ですか？夜通しっていうか、まあ2時間半ぐらい、ね、うん、まあ、ゆっくり行って、うん、それで、まあ、そのまま宿に入ってって感じなんですけど、みんな2日目別台で来たんですよね。そうそうそう、僕らはその翌日ですよね、うん、大森さんたちは大分行ってるからということで、うんうん、ちょっと前日集まれる人だけで練習して、あ、メンバーね、メンバーね、うん、で行こうぜって感じで、M さんの、僕は別号なんで、M さんの車に乗せていただきまして、ね、うんうん、運転させていただく。それで、あの、まあ、ごくごく普通に、和気あいあいと、うん、高速で行ったんですけど、あの、途中、あの、木山でやっぱ泊まって、木山パーキングエリアってのがあるんですけど、佐賀県かな、うん、うん。あそこで名物の柏うどんを食べて。いいなぁ、そういうのしたかったな、うん。僕とかなちゃん柏うどん。赤田さんサービスエリアで降りてこないから。あ、ほんと？あ、僕の、このままでいいかなみたいな。あ、はい、はい、はい、みたいな。あ、どうぞ。それはなんか気遣ってしまうんですね。あんまり。仕事してた、仕事されて。赤田さん、仕事しながら。うん、
うん、だから木山パーキングエリアでご飯食べて、でみんなで和気あいあい、それしにやりに行ったんですけどね、うん、本当はそれをみんなでやるつもりだったんですけどね、6、7人で、うん、で、まあ、合流しましたね。だから僕、うん、合流してからもうリハーサルの時間が始まっても、うんうん、なかなか現れないなって。ああ僕らがね、そうそうそう、あの間何してたんですか。赤田さんは、連泊、ホテルに連泊するから、うん、まあ一日ホテルにそのまま入れるんやけど、ああそうですよね、僕とG君は、ね、うん、まあ、10時チェックアウトで、うん、リハーサルが4時だったから、まあだいぶ時間があるんですよね、うん、いやだからまあ温泉でも行くみたいな感じになって、大分ですからね、はい、うん、だから別府通って、うん、どうせなら湯布院まで行きますかみたいな感じになって、なんかちょっと山越えみたいな道で、うん、湯布院を目指してたんですけど、結局このまま行くと時間通りに戻ってこれないなってなって、まあ途中で引き返して、うん、結局別府のあの地獄巡りっていう、あ、うん、海地獄とかなんか感じ、うん、よくわかんないですけど、地獄がいっぱいあるあのところに、うるせえぞ車が今外通ってます、はい、うん、いっぱい地獄がある、うん、あのな、子供の頃にそういえば なんかで行った覚えがある。僕もそのぐらいの記憶です、うん、あの結構アングラじゃないけどなんかこう、うん、ザ観光地みたいな、そうそう、地獄を表現する観光っていうのはすごいなと思って、そうそうそう、うん、で結局地獄って言っても、うん、まあお湯が沸いてるのをどう見せるかみたいな勝負になってるから、そうそうそう、ね、結局いろんな動物園してみたりとか、うん、まあだから僕らは子供の頃の記憶をたどってワニ地獄みたいな、うん、そうね、あったよねと思って、そう、うん、その子供ながらにそのワニの印象が結構あったから、うん、やっぱ子供の時にああいうやつでもやっとしたああいう観光地、うん、トップ2がワニ地獄と熊牧場、うん、あのすいません、僕も同じです、同じトラウマを浴びてます、今もあるのかな熊牧場もさ、すごい気持ちが落ち込む。あの、いや、あのもう言っちゃうと、うん、あのワニ地獄も熊牧場も、うん、僕らが想像してる以上の大群が、そう、うわーっていうイメージがあって、子供ながらに、うん、でワニ地獄の方は、うん、まあ前でも確認しようって現在地、ワニ地獄の現在地を、ね、大人になった今見ると、うん、何もアップデートされてない当時と一緒、コンクリートのなんかこう中にワニがひしめき合ってて、うん、一緒、いや怖いですよあれ、あれでしかもでかい、こんなでかいワニが目の前にいるっていうのもそれだけで怖いで、なんかそのめちゃ僕つい何年か前まで、うん、30年30何歳ぐらいまで生きてた巨大一番でかいワニが何年か前に亡くなって、うん、それも剥製になったんですよ、うん、怖い、それもでかい、余すとこなく気持ち悪いかも正直しんどかった。でもワニ地獄やっぱ、うん、地獄でしたね、うん、地獄でした。めちゃくちゃ楽しんでますよ、うん、そうそう、いやいや楽しかったよ、うん、楽しいけどやっぱちょっと引くよねああいうやつ、あの昭和から続いてるあのなんか謎のやつ。で、まあ、うん、結局温泉は行かずに、それがリハ、あの、赤田さんが、まあ、3時に合流しませんかみたいな感じで、うん、いただ、LINE いただいて、あ、LINE じゃ、なんかメールもらってたから、うん、まあ、ホテルのロビーで待ってたけど、また、やっぱさすがに40分ぐらい降りてこられなくて、うんうん、で、もうちょっと時間、4時入りで3時40分だったから、もうやばいっつって、うん、もう行きましょうっつったら、ちょっと港に行きたいんだよね、って。港っすか、行きましょう、港行きましょうっつって近くにあったの港が、大分、まあ大分港とかがあるから、うん、あの港の方に行って、うん、でちょっと降りますって言って、赤田さんが、はいはい、カメラ携えて、うん、地元 あの漁師のおじさんとかに急に、うん、やーやーみたいな話しかけるの、話しかけるの、あのテンションで、いやすごいなと思って、うん、すごいね、ここは何なの、漁港みたいな急に行くなぁと思って、やっぱだからやっぱね、すごい、なんかすごいと思った、
やっぱりもう全身でもうあがたもりを、うん、面白かったですね。でまあ合流した、合流リハーサル、うん、ライブだったと。そうですね、いやー CM です。そのタイミング。まあそんな感じで、そうですね、でも無事は合流は合流できたんで、合流でちょっとまあ遅れたけど、うん、合流できて、うんうん、まあ、ライブ久しぶり、アトホール、そうですね、うん、アトホールも久しぶりでしたし、僕はあがたさんお会いするの10年ぶりぐらいでしたし、あ、そっか、うん、名前こそ脇田くんって間違えられましたけど、あれいじりなのか本当に間違ってるのかどっちだろう、わかんないけど、まあ、本当に間違ってるんじゃないですか。そかべさんをいじりで言うじゃん、いじりで言いますね、脇田さんって、うん、あがたさんは普通に間違えた、普通に、うん、脇田くんさでも嬉しかったよ、脇出てくるやん、あ、脇が出たくね、うん、ちょっとなんかまあ昔懐かしい話もしながら、あ、一緒に海水浴させてもらった話もしながら、そうそう、前のアイスボールの時も、うん、まあ、一緒に、まあ、同じような感じでね、うん、海水浴、謎の海水浴行ったりしてたんだよね、うん、そう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 、海に行きたいんだよ、海水浴泳ぎたいんだよねみたいな、その時もね、でなぜかのこの島に行きましたよね、で、うん、結構深めの海だったんですけど一緒に泳ぎましたよ、岩ばっかりだから結構まだ海開きしてないからさ、これ危ないと思って俺あんまり入らなかったんですけど、してたんですけど、うん、っていう話とかも、それ以来、うん、そう、それ最後にあった思い出なんで、うんうん、それ以来お会いして、でもうそれってもう結構時間経ってたんで、うん、何年も経ってからのお会いしたって感じなんで、うん、どうなってんだろうあがたさんって思ってたんですけど、あ、元気ですね、ほんと。だからやっぱあがたさんからすると、うん、そのやっぱりもう消えた人物だったからね、脇本、ああもうそうや、そうっすよ、うん、毛利君が一人になってみたいなのとかも、まあ、一応、うんうん、多分でも忘れてる感じしたけど、うんうん、でコバルトボーイになってみたいなのを一応知ってるはずなんだけど、多分まあ忘れてる感じ、うん、わあどうなんでしょうね、まあでもね、うん、だからかなちゃんとかのしーは初めてやった、初めてでしたね、うん、遭遇みたいな、うん、面白かったですよ、まあ、だけどノッシーに会った時初めてなんだけど、うん、あら、ずいぶん姿が変わってって、あ、新井くんとも、ね、新井のね、イメージで、うん、そこはちゃんといじり、そこは、ね、いじりということで、ええ、うん、という感じで、なんか結構なんか違う生物みたいな、どんなフォローやん新井とノッシー、うん、かなんか結構いろいろもう早速コミュニケーションしっかりとってなんかこうね、うん、あのリハーサルさせてもらったり、はい、一緒にね何曲かやったりして、うん、いやすごい楽しかったです、楽しかったです、うんうん、ありがとうございます、まあ、で打ち上げもね、うん、まあ、みんなでワイワイやって、結構ねワイワイやらせていただいて、そうそう、打ち上げの会場も会場行って、うん、あれ、あ、前回来たとこやみたいな、あ、そうだったんですね、2019年にあのベルコとかモドコちゃんとか、うん、新井の時にに行った同じお店で、うん、わあ懐かしいみたいな同じとこみたいな遅くならないそうそう、記憶の中だけにあったっけ、うん、ここみたいな、よかったです、よかったですね、なんか、うん、かなちゃんがでもちょっと結構さすがだなと思った、いや、やっぱりね、うん、あのね、セッションで、うん、ここでキーボードあのソロみたいな、うん、パッて振られるけどなんかこうパパパパってやってたの、うん、すごいと、さすがですね、やっぱやってんなと思って、うん、何の動じもしなく、うんうん、パラパッてどうしたの、うん、こうできますけど、うん、みたいな感じでしたね、ノッシーもね、あのもうあの思いっきりよく行こうと思ってっていう感じで話してて、うん、もうどこで入るか全然わかんないから、わからんよねって言ってて、うん、後でもうただ思いっきり行くことでしょ、ここであのややややでドーンみたいなのを使いでリハーサルの時これ分かると思うからさ君入るとこって言われたけど、うんうん、全然分かんなかったって でもなんかノッシはノッシの経験で、うん、あの思いっきり行かないまま入れずに曲に入れずに終わったみたいなことがあったらしくて、昔ね、うん、だからもう今日はもう思いっきり行こうと思いました、いやいただきっぷり、だんだんすごい馴染んでいてね、うん、ノッシのドラム引っ張ってくれましたね、うん、楽しかったです、うん、面白かったなと、うんうん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。ほんま。うん、コバルトボーイのボーイズドットブルー。続いてのコーナーはフェイバリットミュージックを
のコーナーなんですけど、ちょっと結構話すことあるので、うん、今日ちょっとはしょっていいですか？はしょりますか？うん、言われても、まあなんか思いついたら言うか思いだけど。そうですね、うん。大分ライブで、あとだからそのこの間の秘密のライブあったから、そうですね。っていうかハロー松ミュージックビデオとかもあるよね。そうなんですよ。あの話題が多いです。話題豊富ですね。うん、ここ最近は、いいことですよ本当に。いや本当本当、なんかやっぱ、コロナ明けたんだなみたいなのを思う、そしてやっぱいよいよ活動、活動が動き出したっていう感じもしてるんで、なんか周りの人がやっぱり動き出したって感じするよね、真綿さんしかり、そのミュージックビデオ作ってくれた中也さんしかり、やっぱもちろん動いてたけど、こう一緒にやるっていう、活発になってきてるんだなっていうところに僕らも飛び込んでやっていきたいなと思いますね。まあ、ミュージックハローを待つミュージックビデオは、あの素材自体は1年前に撮ってたんですよ。あの中也さんが別のバンドの仕事で福岡にあの来てて、でそのまま次の日飛行機までの時間、一泊するんだと、でまあなんかいろいろブラブラ してたんですけど、その時に大濠公園とか舞鶴公園に行って、まあ、桜咲いてるとこ行こうみたいな感じでしていて、まあ満開ちょい過ぎぐらいの、まあちこうパーって散ってるぐらい、散り始めぐらいの感じですかね。でやっぱあの映像魂が、撮影魂が中也さんの火がついて、こういう時は撮らなきゃみたいになって、そこ立ってそこ立ってみたいな、そこ座ってみたいな、なんかすごい指示されるまま、と思って、感じで撮ってもらった素材があって、でそれがそのまんまもう忘れてたんですよね、その後まあ新井くん卒業ライブだなんだ、で最近そういえばあの時撮ったのどうしたんだろうって、まあ思ってるところにちょうど、なんか春の曲ないみたいな唐突な LINE が来て、えなんか仕事もらえるんかなと思って、コバルトボーイの春系の曲バーと送ったら、次の日にそのあのミュージックビデオ送ってきてくれて、おミュージックビデオ作ってるやんと思って、いやそうなんです、撮ってる時はだから、その何の出口でそして使われるかはもう全く分からずってことですよね、なんか記録かなと思って、いやいや本当ありがたいことですし、本当ですよね、素晴らしいですね、あのなんかいいなんかいいミュージックビデオだなと思って、なんか花びらが落ちる感じっていうのがしっかり捉えられてて、なんかすごくすごい、すごい美しいなっていう感じです、僕らも気に入ってます。そうだからあれ自分で監督したらもうちょっとこうサイケデリックっていうか、なんかもうちょっとこうダークな、ダークっていうか、なんかもうちょっとあんなストレートな春みたいな映像にしなかった気はするんですけど、森さんがその作った曲の着想のままいくとってことかな。でもなんかすごい、あのあそこまでこうまばゆいばかりの春できた、来られた、ちょっとさすがに良かったですね。やっぱ桜の季節っていいですよね、本当に、感じましたね改めて、いやぜひ見ていただけたらなと思います、よろしくお願いします。あ、っていうか、なんか食べ物、あーはい、あの、ありますよそれ行きますか、食べ物、あの、はい、あの大分に、まあライブの方でも行きましたけど、その後僕個人的に大分行くことありまして、ティッシュ、あ、ティッシュないです今日ご紹介するのは、大分行って福岡のライブ、秘密のライブやった後にまた大分行ったんですね。そうすぐ行きまして、お仕事の方で、大分に縁がある1週間でしたね。でそこで買いました。大分はカボスが有名なんですかね、なんかいろいろ名物あると思うんですけど、そのカボスマカロンを今日紹介させていただきたいなと思います。マカロン、はい、あいいですね、お土産な感じで、じゃあ写真撮りますか。はい、写真撮ります。今日ちょっと胃が荒れてるんですよね、なんか食べないって感じなんですか。いや食べます、胃が荒れてるっていうか、ちょっとなんかさっき食べてすぐ寝ちゃったから、1時間ぐらい寝ようと思って。食べて眠くなりますよね、そうそう眠く、食べて寝るのめっちゃ気持ちいいんだ。
こちらちょっと食べてみてください。マカロンいただきます。マカロンってあんま食べないけどね。108カロリー、まあいいでしょう、うん、108キロカロリー、108キロカロリー、まあいいでしょう。それなどういう基準。マカロンこんなか、かわいい、うん、こんなにカラフルか、かわいい。ちょっと取りますか、うん、これですね、マカロン。ピントが全く合いません。おしゃれな、おしゃれなスイーツマカロンですよ。ピントぼやけたままですけど、うん、もうあげますね。これいってみましょう。じゃあいただきます、はい、うんうん、美味しい。うん、かぼす感ある。さばやか、さばやか、美味しい。うん、大分でもなんか食べ物美味しかった気がする。まあ、鶏天とかね。うん、うん、お刺身、琉球っていうお刺身なんですけど、うんうん、なんか、なんか漬けみたいな、うん、あれすごく美味しかったですね。うんうんうん、こうホテル、ビジネスホテル泊まったら朝食ついてるじゃないですか、うんうん、寝てたけど、うん、なんか好きなんですよ、あれが。うん、でその時琉球出てて、うん、朝から、うん、うん、すごい、うん、美味しくいただいてます。うん、何泊したんですか。うん、うん、2泊かな。うん、ブレイクタイム、うん、いや、美味しいよ、うん、コバルトボーイのボーイズカットブルー。さあ、はい。で、秘密。そうですね、ライブはまだまだ続きまして、福岡のライブ、うん、4月の13日、うん、秘密でやりましたね、うん、西風というイベントに出させていただきまして、大分から来るバンド、うんうん、と一緒にやらせてもらうという感じです。ゴートベル、ゴートベル、カーブミラー、うん、かっこよかった、かっこよかったですね、うん。いや、どうでした、久しぶり秘密でライブしましたね。あ、確かに、うん、なんかすごい楽しかったですかね、うん、うん、なんていうのかな、どうでした、なんかこう、この日の感じ。いや、単純にイベント自体が盛り上がってたのがやっぱ、うん、あの楽しい、うん、なんか最初のバンドミランバーズっていう福岡のバンドが出てきた時からもお客さん結構いっぱいいて、うんうん、みんなもかっついて見てて、いや、そう、うん、やっぱそのお客さんがさ、こう何、前のめりって、うん、今日はバンドの日だ、バンドで、うん、わーいみたいな、バンドたくさん見れるぜみたいな感じがね、すげえ伝わってきて、うん、ああいうのいいよ、うん、本当でもなんかやりごたえというか、すごく楽しくて、うん、よかったですね。本当っすね、うん。カーブミラーズってでも、その、コバルトボーイ始めた、最初の方に一回対バンしてたんですよ、そういえば。あ、ほんと？ユーテロで。へぇー。2019年。うんうんうん、で、忘れてて、その終わった後にその、カーブミラーの人にそういう風に言ってもらって、うん、ああ、そうやったみたいな。うん。うん、そうなんですよ。でも、ちゃんとじっくり見たの初めてかも。あ、なるほど。なんか前、出番前、なんか全部見れなかったんですよね、確か、うん、なぜか忘れたけど。まあ、出番前ってちょっと、ね、自分たちの準備もあるんで。そうそうそう。うん、今回、がっつりカーブミラーズ見れて、うん、めっちゃいいバンドだなと思って。ギターの音もすごい。かっこよかったですね。かっこよかったし、うんうん。で、そうだ、その前々日に大分アットホールで僕らアガタさんとライブしたんですけど、うん、その時にアットホールでスタッフされていた PA のね、うん、PA されていた上野さんっていう方が、俺なんか俺 MC で原田くんって言ってしまったんやけど、え、言ってた、なぜか謎のなぜか原田くんにて変換されちゃったんや、上野さん、え、名前言ってたっけ、上野さん、うん、上野さんが上野さんのバンド
ゴートベが、うん、まあまあ今度は福岡に来るみたいな感じで、そうそう、だからめっちゃなんかつながってる感があったよね。そうそうつい一昨日ぐらいに会ったじゃんみたいな、なんか親近感もありつつ、そうそうそう、ゴートベル自体もかっこいいなと思って。よかった、本当山、うん、なんかこう山の神。へえと思って。うん、うん、見応え、まあなんかまあライブしに行ってんだけど、そうやってこう対バン見る楽しみみたいなのもすごいあったなっていう感じました、うん、ありましたね。うん、打ち上げも良かった、ね、うん、なんか俺やっぱもうライブ終わったからちょっとレコーディングやらなきゃみたいな気持ちになっとって、うん、もう終わって早々帰ろうとしてたんですけど、うんうんうん、でもミランバーズの園川くんが、ね、会場打ち上げだったんですよね。そうですね、そうですね、なんかこうめっちゃうまそうな中華をすごい買ってきてくれてて、うん、残りますみたいな。実際そうめちゃくちゃ美味しかったんですよ、ね、打ち上げ参加させてください。いやめっちゃ美味しかった、うん、しなんか結構いろんな人と話せて、うん、確かに確かに話した、いろんなバンドの人と、うん、そうだから、うん、結構そのやっぱ俺対バンしたこととか結構忘れてるんだなと思って、いやあの時対バンしてすごい良かったけど、多分まあその時もまあパッと帰っちゃったのかな、話せてなくて、うん、久しぶりにちょっと今日お話ししたいとか言ってもらったりして、うん、あそっかと思って、打ち上げ、うん、打ち上げ文化自体がさやっぱあんまりなくなってるじゃん今、前ほどさあ、ね、ないですよね、打ち上げ行くぞみたいな、うん、そのなんかこうリーダー打ち上げ番長みたいな人とかいないじゃん、うん、だっけなんかあ、打ち上げっていいの？たまになんか打ち上げの比重がでかすぎるとそれはそれでなんか違うなと僕は思うんですよ。前は重かったんですよ。でもやっぱこういうなんかイベントを自然にね、うん、自然となんかリスペクト持ってお互い話してるっていう感じがすごく良かったなと思って。リスペクト、うん、マジで本当に、うん、やっぱお互いいいなと思えるっていいなって。いや本当にそうですね。バンドでね。うん、なんかいい夜でした。いい夜でしたね。夜でしたね。エンディングです。はい。すっかり春も過ぎましたね。うん。でもなんかもう本当に全然先月と違ってもう暑いぐらいですよ、うん、暑いよね、うん、っていうぐらいになってきましたね、うんうん、でもやっぱライブとかでその活動的になって、うん、やっぱなんかこう健康ですよ。こう精神的になんかこういい感じですよ。なんか動いてるとか外に出てる、いい動いてるって感じですよね、うんうんうん、おや、ちょっと待って、はいはい、あ、来た、ちょっと適当にこの辺で、はい、エンディングです。資金倒す。え、はいはいはい、うんうん、そうですね、そうなんですよ。なんかこう、やっぱ気持ちがこう健康になりますよね。健康っていうか、絶望してない。うん、なんかそうですね、希望を持って、ここ数ヶ月間のモイさんの感じ、数ヶ月以上だよね、暗かったよね、ずっと部屋とスタジオにこもりきってる感じっていうのが、うん、やっぱすごかったんで、うん、こうやって、ね、ライブで外に飛び出していくのが始まっていくとね、そうちょっと活動的に、あと花粉症も抜けたんですよね。はいはいはい、それもずっと言うね。花粉症でだからそのレコーディングしたボーカルが結構ほとんど使えなくて、3月とか、うん、後で聞くと、うん、結構ショックでしたね。ああ、でもなんかさ最初の方にちょっと声出てきたみたいな感じの話してなかったっけ。そうなんですよ、なんか撮り直したって感じですかね。そうそうそう、うん、撮り直して、うん、今日それ編集してたんですけど、うん、全然ああいい感じ、3月撮ったら、ああよかったよかった、うん、よかった、終わりが見え終わりが見えてきたっていうの年末からずっと言ってますけど。いやでもこれ年末に言ってた終わりが見えていたっていうところからかなり進んだところにいますからね、うん、僕らやってるやつ、まあ、これでこれだな、本当に進んでますか、本当そんな感じ、うんうん、なんかあとはもう岡部さんにパスって感じ、うん、だいぶ進んでおりますよ、はい、うん、あ、どうぞ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 充電してください、うん、
ですね。え、そこ適当にコンセント抜いてください。ジー君が充電したい、充電したいって。ジー君がてな感じなんですけど、うんうん、どうですか最近。僕は最近は、うん、あのジム行こっかなと思ってて、今探してます。いや、チョコザップじゃなくて水泳したいんですよ。ああ、うん、泳ぐ、うん、で僕ん家から水泳市民プール行こうと思うと、はいはい、もうそれだけで結構疲れちゃうなと思ったから、うん、だから自分家の近くで水泳がある、うんうん、あの事務施設が見つかったんで、今月入会しようかなと。いいですね、うん、ちょっともう半年ぐらいはやってみて、はいはいはい、うん、なんかジムか新しい生活スタイルなんか作っていこうかなっていう、うん、まあ、コバルトボーイイケメン部として。イケメン部、いや、そのハードルを高くしないからさ、でも、まあ、やっぱぽっちゃり率が、ぽっちゃり率が高いんで、コバルトボーイぽっちゃり率がちょっと上がってると思う。僕も油断するとそっちのぽっちゃり部の方に行っちゃうんで、うん、だからノッシーも入ってもらって、まあ、一応、うん、今あの、あ、あのこんなこと言った乙女なんです。乙女の傷ついちゃう。誰がぽっちゃり部かとかいう話はしませんけど、僕です、僕です。僕しませんけど、うん、僕、うん、でもまあのみんな多分あの夏ぐらいには多分ね、あれ誰みたいな感じになってる、もう多分もう俺、うん、ガリガリやと思う。本当心配されるぐらい、心配されるガリガリじゃないか、なんか大病患ったのかみたいな感じになってるかもしれないので、で僕だからちょっとリードしてジム行こうと思って。ああ、いいですね、うん、みんなも行こうよ。チョコザップ、チョコザップ行ったらいいんじゃないですか、うん、なんかこの辺結構いっぱいあるじゃないですか。ある、うん、まずは入ってみることかなと思ってて、うん、どうっすね、うん、そう、いや今企ててます。ああ、なるほど、なるほど、はい。いや、ちょっと待って、なんかあったんですよ。俺ライブだけじゃないですよ、人生。いや、知っとるよ。なんか、ちょっと待って、今ちょっと思い出していい、うんうん、いや、やっぱさ、その、なんていうの、あの音楽、最後雑談したいやん、うん、結構あの大分からの帰りの車の中で、うんうん、もう結構今じいさんいるからあの、ね、結構遅かったっすよね、あれね。夜深夜1時ぐらい打ち上げ終わって、うん、まあ、大分からだとやっぱ 2,3 時間かかるじゃないですか、うんうん、あのノッシーと僕とじいさんの車で、うんうん、入ってくんじゃねえ、伏せなくてもいいって。じいさんが、まあ、伏せなくてもいいって言われてますけどね、うん、で3人で帰ってたんですけど、うん、結構じいさんが映画見てたんですよ、ね、僕みたいな学生の時代。ああ、うん、はいはいはい、そういう話して、うん、そういう話を今ノッシーが見てきた映画、面白い映画何があったかみたいな話を、ノッシースマイル、そう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 、はいはい、うん、本当はね S っていう映画、 ES って書いてる S です、ね、あ、なんかなんだっけ、うん、なんだっけ、なんかあのあれですよね、あの普通の人を2組に分けてグループをね、うんうん、普通の人を、普通のあの普通、上半身と下半身、もうその時点で怖いですね。そういう話じゃなくて、何人かのグループ、何人かのあの人数を2組のグループに分けて、うん、囚人と看守に分けるんですよ。へ、うん、でやっていくとだんだん看守側の人間性と囚人側の人間性っていうのがそう形成されていってしまって、疑似でやってる実験なんだけど、怖い。うん、っていう怖い映画があるんですけど、それを、はいはい、あのまあ、じいさんおすすめされてて、ね、のしが、まあ、朝5時半やけど今から帰ってみますみたいなことを言って、感化されて、うん、感化されてみたいな話をしたりして、結構盛り上がりました、ね、はいはい、いいな、楽しそうですね、楽しかったです、うんうん、こっちはですね、M さんの車、うん、僕帰りは M さんの車で送ってもらって、うん、かなちゃんと3人だったんですけど、うん、かなちゃんの恋愛話にやっぱりなりますね、はいはいはい、はいはいはい、うんうんうん、悩みをね、相談させましてね、そう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 、うん、で答えてあげたんですか、悩み相談、もちろん、うん、もうどんどん行きなよっつって、どんどん行きなよ、そんな、行け行け、そんな、どんどん行きなよ、思うように、思うがままに、恋ってそうだろっつって、誰それ。プッシュしてあげた感じですかね。そうですね、うん、そうですね、うんうん、ですね、いや、はい、もうそっちはそっち盛り上がったという、いや、楽しかったですね、ドライブ楽しいなと思いましたね、うんうん、はい、
ということで、コバルトボーイは、うん、ないないもう閉めようかな。あ、いやいや、はい、いや、なんか自分あったんじゃなかったね。あ、普段の、あ、いや、ちょっと忘れたな。なんかあったっけ、俺なんか話言ってた。え、なんかやっぱあのライブだけじゃないんですよ、ね、ないと思うんだよね、うん、うんうん、なんかあるかなぁなんかあったような気がするけど、やっぱ忘れるんですよね、こういう、この、こういう、なんていうか、なんか忙しい、忙しいというかね、割といろいろイベントがありましたので、まあ、いいでしょう、うん、全ては音楽になっていく、全ては音楽になっていくわけですか、うん、コバルトボーイは、6月の9日、はい、ちょっと先なんですけど、うん、同じローズレコーズからアルバムを出しているスーパーユーという、うん、あのかっこいいバンドのツアーの福岡公演に呼んでいただきました。いや、もうほんと、ユーテロさん、うん、はい、なのでぜひぜひ、めっちゃいい夜、これもね、なると思う。いや、これもね、盛り上げたいね。福岡からのだって、うん、マホボロバー、うん、ネイプス、うん、山本くん、山本くん、山本さん、山本ちゃんと、ちゃんと、なんて読むのかな、山本くん、人の名前をなかなか覚えられません。山本海さん、海さん、山本海くん、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 山本海くん、そう、海くん飲んだこともあるな。あ、本当。そうなんですよ。海くんのバンドセット。うん。だから結構すごいいいと思う。うん。自分でイベント組むんだったらこの感じで組みたいみたいなぐらいの感じだから、すごいいい夜になると思うので、それもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。うん、はい。じゃあそんなところで皆様、これから。夏は近づいてきますけれども、うんうん、4月だけど、うん、元気に生きていきましょう。そうですね、うん、いや、いいですよ、ね、元気が一番、元気が一番、うん、ということで、また再来週お会いいたしましょう、はい、コバルトボーイ、ボーカルギター毛利貴隆でした、ベースの脇本でした。皆さん、おやすみなさい。